こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回はボックスガチャ動画の前に、すいません、手短に行きますんで一つ番宣させてください。前々から僕が皆さんに小出しさせていただいていたパワープロ界最強オーダーはこれだ、このシリーズ動画ついに完成しました。で、来週の火曜日12月8日から4本連続でシリーズ動画を公開させていただきたいと思います。で、初めてその動画の話聞いたよという方のために簡単に概要だけ説明させていただきます。僕の知り合いの方、さらにその知り合いの方当たらせていただいて、各ポジション前にこの選手がパワープロ界で最高峰の選手だろうという選手たちを集めさせていただきました。で、皆さんにぜひ見ていただけないかなという趣旨の動画です。もうくっそ面白い内容になってますので、ぜひぜひ皆さんにもうどうしても見ていただきたいという話と、お知り合いの方でパワープロをやられている方いらっしゃいましたら、ぜひ進めていただければと思います。もう僕の力ではなくて、もう僕の知り合いの方々が本当にこの動画のためにご尽力いただきまして、ものすごいいい内容の動画になってます。さらに裏方の方々ですね、僕の動画に不備がないか確認いただいたり、あとはサムネイルにもこだわりを入れまして、特別に作っていただきました。僕のいつものなんていうか、あまり魅力のないものではなくて、お、これかっこいいじゃんサムネイルっていうのも作っていただきました。そんな皆様方にご協力いただきながらできた動画ですので、もうぜひぜひ皆さんに進めたいということでガチャ動画の前に入れました。もう本当に火曜日から、もしくはお忙しい方もいらっしゃると思いますので、週末などにまとめて見ていただければすごく嬉しいです。もう本当に本当にめちゃくちゃおすすめですという話ですね。で、すぐにガチャ動画始まると思いますので、このままお待ちいただければと思います。こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回はこの新イベントのボックスガチャ、現状引けるだけ引いていきたいと思います。で、皆さんね、一つ前置きで、この動画、ボックスガチャ動画ですね、日を分けて撮影して一つの動画にする予定です。ですので、最終的に何連するのかは、今現在では分かってないです。サクセスで石割りまくって、チケットをいっぱい集めた方がいいのか、それとも、まあ、ほぼほぼ遊びながら、もらえたチケットで、まあ、遊んでいくのかいいのかというのは皆さんの状況とか、あとは僕の自分の都合ですね、考えながらやりたいと思ってます。で、簡単にこのボックスガチャの概要をおさらいしておきましょう。新イベントのボックスガチャ開催中と。で、ざっくり言うと、この新キャラアルビンの SR1 枚、あとは SR が2枚ランダムで入っているガチャ引けますよという話ですね。で、イベントの開催期間が3日から10日、チケット自体は15日まで使うことができます。で、遊び方はこちらと、サクセスとスタジアムやってチケットを集めてガチャルとなんかゲットできますよという話ですね。で、今何枚もらえるんだろう。とりあえず今ちょっと回収しますね。でもこの、お、なんだ、もらっとくか、とりあえず。ああ、なるほどなるほど、チャレンジの達成数で変わるんですね。で、話すみません、それましたが、もうこの期間限定チャレンジが出てから、
スタジアム手動になって結構大変だなと、手動で回すの。オートだとサクッとコンピューターがやってくれるんで楽なんですが、結構まあ大変ですね、手動で回すのって。で、ガチャと。で、あとは、なんだろうな、このボックスを確認しとけばいいのかな。で、このボックスガチャの中身、割り振りこんな感じですと。1等、特賞が SR アルビンと2枚 SR 確定と。で、2等が PR アルビン5枚、他22、R のアルビン15、で、他の R が65と。で、他の PN と N がざっくりかなり入ってますよというところですね。うん、390か N。結構多いっすね。これ集められるかな。というわけで、とりあえず、28枚あるので、これを全部回したいと思います。で、初回は？あ、ここにも、詳しいルールが載ってますね。皆さんもうご存知だと思うんですが、この公開がおそらく結構後ろになるんでね。なので、ここは割愛させていただいて、ボックスガチャのノーマルのとりあえず1枚、初回3等以上確定なんでね、これ。引いときましょう。うん、ググらない。これ R っぽいな。はい、金原、いらない。で、あとは10連を回していく作業ですね。うん、来ない。お、PR 来たかな？お、2枚。お、いいですね、アルビン。アルビンロックハート。ピンチ伸び。さよなら逆境。で、テーブルが初期評価高いテーブルかな、ちょっとわかんないですね、 PN とかだと。 PN すげえ出るな。三島丹波、まあまあまあ無料で弾けるんでね、結構美味しいかなという感じはしてます僕は。うん、ダメだな。お、何枚くるんだ。3。あ、アルビン出ましたね。うん、初期評価高いテーブルですね、おそらく。アルビン。お、小筆。なんか出ないっすね。全然出ないっすね。今日は最後の7連ですね。またチケットがある程度貯まったら動画を撮影してこの動画とくっつける予定です。頼むぞ、さっと出てほしいな。ググらない。お、炎ダメかな。アルビンめっちゃ出ますね。はい、ということで28連やりましたが、まあ残念な結果になりましたと。で、まだまだ日数があるので、まあスタジアム期間限定チャレ終わるまでは手動で回して、ホームラン50本と三振30個をやりながら、サクセスもしっかりとこなしながらチケット集めてまたガチャしたいと思います。はい、というわけで第2弾ですね、集めてきました、ボックスガチャチケット。今50枚あります。で、ボックスの方もできるだけ整理して42回分今回は引けます。なので42回
42連か、いきたいと思います。で、前回のおさらいで28個引いて現状こんな感じですと。2等出てなかったと思うな。3等の R が少しと、あと4等という感じでしたね、前回は。よし。で、42連なので、2連まず単発でいきたいと思います。ちょっと刀らしいにね。いやー、でもそれにしてもこのチケットを集めるサクセス。なんか1回15分ぐらいバーッと回して、時間あるときに。とりあえず A ランク作って、初戦で負けてみたいな作業をしたり、皆さんにお見せする用のサクセスしたり。でもこれなんか集めた方がいいのかな、本気で。皆さんどうされてます？本気で集めてます？と言ってる間に2連して、思いっきり爆死でしたと。ちょっともう頼むぜ。SR。せめて PR 来てくれって感じですね。PR 出てないと思うけどな。よし、行きましょうか。ググれよ。ググれよ。ピンク、来ない。炎。もう、引きが、来ないな。2等すら来ないな。2等すら来ないっすもん、僕。どんだけ引き弱いんだよって感じですね。いやー、いや、まだ、まだね、あと30連できるね、今回。まだ、まだ来ますよ。ここで見せたりますよ。来いよ。ググれ。お、お、お！ググググ？炎？うわぁ。ググっただけだった。2等も来ないのか、まさか。おお、しかも犬木。これはありがたい。オッケーオッケー。これはありがたい、本当に。これも、今回は勝ったようなもんですね、僕の中では。犬木が、PR 育てるかそのまま食わせるか、ちょっと迷ってますけど、これは勝ちですね。頼む頼む、来い。ググれ、ググれ、ググれ。おおお、来た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 。SR 来い、SR 来い、SR 来い。ほん、ほの。おお、来たー、来い、頼む、なんかいいの来い、頼む、お願いします。おお、しかも樽本。いやー、ちょっと汗ばんできた。ちょっと手汗かいてきた。ちょっと待ってください、皆さん。おさらいですよ。後イベ筋力、立川、氷上、治癒、頼む。来い来い。おお、アルビンか。アルビンか。アルビンが当たりました。うわー、僕はその新キャラを手に入れたという意味ではすごく嬉しいんですけど、アルビンか。どう、どうだろうな。よっしゃって感じですかね。早めに出ただけ OK かな。いや、ちょっと新キャラでバッと来たんでね、これはまさか、まさか待ち望んだキャラがと思ったんですけどね、アルビンでしたと。で、いわゆる初期評価が高いホモーテーブルですね。で、コツがタイピンチと伸びというところと、あとは特筆するとこあるかな。アメリカからの留学生で右腕投手、決め球ミラージュナックルだが、ストレートにもこだわりがある。ストイックで野球一筋で、まだ使ってないのでイベントリストはゼロですね、僕は。お、でもアルビン、あ、でも良かったな、期間中に出て。良かったな。こいつがガチデッキに入ってくるかどうかっていうところで、僕はさっきアルビンかってなってたんですけど、限定キャラなんでね。これでサクセスもできそうだな。お、しかもまたある。やったー、PR だ、しかも。OK。このガチャめっちゃいいっすね。SR 来た。やった。皆さん、勝ちました。
で、まだ弾けるのかな？これリセットした方がいいのかな？リセットした方がいいのかな？ SR 欲しいけどな。ちょっと決めかねているので、Twitter の知り合いの人に聞いてみます。皆さんも、これリセットした方がいいよとか、なんかそういったいろんな情報があればぜひ教えていただきたいです。アルビン出たので、ちょっと早めに動画を上げようかなと思ってます。アルビン出たか。びっくりしたな。びっくりしましたね。まさか、僕は60個かな ?60 連目ですね。440残ってるんで。で、アルビン出ましたと。皆さん、しっかり引いていけばアルビン出ますよっていうのが伝えられて、すごく嬉しかったっていうのと、まあ、後入れ休息で、まあ、この前撮ったアフロイカリと被ってしまうのと、やはり休息はナルミア、ここが強いので、ガチデッキっていうところではないですが、限定キャラがしっかり手に入れられたので、それは OK と。あとはやっぱり新キャラ演出いいですね。そう、まだボックスの図鑑スカスカなんですが、僕は結構かぶりが多くて、あんまり新キャラ演出って見ないので、なぜかかぶるんで、ね、もう本当に。いや、久しぶりに興奮しました。アルビンか。アルビンサクセスもやりましょうか、せっかくなんで。どうしようかな。ゲドウどうしようかな。こいつに食わせるのか。ちょっとまた悩みどころですけど。また何か考えてアルビンのサクセスするか、そうだな、どうしようかな、ちょっとまた考えます、いろいろ。アルビンもすでに使われてる方はぜひ使用感を教えていただければと思います、コメント欄の方に。で、そうだな、これで締めるよな、きっと。なので、いつものやつですね。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、ツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。